ご覧いただきありがとうございます。今回はラリーガ第24節レアルソシエダ対カディスのスタメン予想などについてお話ししたいと思います。試合はソシエダのホームで行われまして、日本時間明日3月4日土曜日朝5時キックオフの試合となっております。前半戦あんなに貯金していたソシエダですが、ここへ来て直近5試合は1勝2分け2敗と急ブレーキがかかってしまっている状態です。気づけばアトレティコとは勝ち点1ポイント差、5位ベティスとは3ポイント差と、一気にチャンピオンズリーグ権獲得が怪しい状況となってきました。対戦相手のカディスは現在16位、ソシエダことごとく下位チーム相手との試合を取りこぼしてしまっていますので、もう負けられませんから、今節は絶対に何が何でも勝ってほしいです。そんな中、嬉しい情報としましては、今節の対戦相手であるカディスに対してソシエダはなんと30年間負けなしの状態です。最後にソシエダがカディスに敗れたのが今から30年前の1993年の4月に行われた1992-93シーズンのラリーガ第29節が最後となっておりまして、それ以降はソシエダが8勝3分けで無敗、現在カディスには7連勝中と、かなり相性のいい対戦相手となっております。ちなみに前回ソシエダは第3ユニフォームであるオレンジ色のユニフォームを着用して試合に臨みましたが、今回はゴールキーパーのレミーロが本来は赤色のユニフォームを着用していますが、アスレティックビルバオの伝説のゴールキーパーホセ・アンヘル・イリバルという方が3月1日に80歳の誕生日を迎えたんですけれども、この方の誕生日に敬意を表してレミーロは黒のユニフォームを今回着用することになるようです。ただ今シーズンは黒色のユニフォームがありませんので、昨シーズン使われていたユニフォームを取り寄せて使用することになるようです。元ソシエダの選手ではないんですけれども、レミーロはもともとアスレティックビルバオの選手でしたし、同じバスク人のゴールキーパーとしてレジェンドである方の敬意を表するということなんでしょうね。素敵ですね。今節心配な点としましては、ここに来て失速してしまっているソシエダのチーム状況はもちろんなんですが、もう一点ありまして、今回主審を務めるのが時の人となりつつあるマテウ・ラオス主審が今節は担当となります。ラリーガ第15節のバルセロナ対エスパニョール戦で合計16枚のイエローカードを出しまして、この試合が審判技術委員会によって処分対象となり、その後の16節と17節は担当から外されたんですけれども、18節のラージョ対ソシエダの試合で復帰しまして、この試合はイエローカードゼロと極端な復帰戦となったんですけれども、直近2試合はイエローカード8枚ずつと順調に数字を上げてきてますので、特にセンターバックのルノルマンとスベルディアは累積警告がリーチになっていますので、気をつけてほしいなと思います。ソシエダのセンターバックの要として安定したパフォーマンスを見せているフランス人のルノルマンですが、この度ですねスペイン代表入りを目指して二重国籍取得の手続きを開始しました。現在26歳のルノルマンは2016年、当時19歳でソシエダの B チームに加入して以降、ソシエダ一筋でプレーしてきました。ソシエダ B では82試合、トップチームでは通算162試合に出場しているんですけれども、ここまで一度もフランス代表に招集されたことはありません。そんなルノルマンなんですが、以前からスペインのサッカー連盟から興味を示されていたんですね。ただ昨年の夏頃にですね、フランスメディアのインタビューに答えまして、
その際に、私はフランス代表でプレーしたい、ラポルテの足跡をたどるつもりはないと、同じセンターバックでフランス人のマンチェスターシティに所属するラポルテ、彼もフランス人ながらスペインの二重国籍を取得しまして、スペイン代表入りした選手なんですが、はっきりと彼とは違うと拒否していたんですね。ただですね、カタールワールドカップのメンバーに招集されるんではないかとルノルマン期待がかかっていたみたいなんですが、結果的に招集されず、フランス代表監督のデシャンの続投が決まったこともあり、今後ルノルマンがフランス代表に招集される可能性が低くなったため、今回の二重国籍取得の流れとなったようです。スペインは5年の在籍で市民権取得は可能なようですので、かなりスムーズに手続きは進むと見られています。今月の3月26日に行われますユーロ2024の予選第1試合、スペイン対ノルウェーの試合があるんですが、この予選の招集には間に合わない可能性が高いようでして、もし間に合えばユーロの予選というガチンコの場でルノルマン対スルロット兄貴の試合が見れたかもしれないんですが、まあこれもホーム&アウェーですので、まあ、次の対戦では実現するかもしれないですね。ちなみにカタールワールドカップではソシエダの選手では久保以外代表には選ばれませんでしたが、今回のユーロの予選ではソシエダからスビメンディ、オヤルサバル、メリーノ、ブライス・メンデス、レミーロ、ルノルマンがスペイン代表のリストに入っているようです。めちゃくちゃいい選手たちなので代表に選ばれていないこと自体が不思議でしたけど、まあ、少し疲れが出てきているこの終盤戦なので、招集されて疲労がたまることを考えると、まあ、嬉しいようなちょっと複雑な気持ちです。ちなみにラリーガは各クラブ外国人選手を5人まで登録することができ、出場は3人までと決まっております。現在ソシエダの外国人選手はフランスのルノルマン、フランスとイングランドの二重国籍であるモモショウ、日本の久保建英、ノルウェーの兄貴、ナイジェリアのサディクの計5人なんですが、ラリーガの規定として EU 加盟国は国内選手として扱われますので、ルノルマンとモモショウは国内選手扱いですし、あと兄貴のノルウェーは EU 加盟国ではないんですが、ヨーロッパ自由貿易連合、通称 EFTA に加盟しておりますので、規定として兄貴も国内選手扱いとなります。なので純粋に外国人選手として扱われるのは久保建英とサディクの2人のみですので、まあ、選手層を厚くするという観点からも外国人選手の獲得を狙っていってもいいのかななんて思ったりもしています。続いてはいよいよ批判めいた記事が出つつあるのがカルロス・フェルナンデスですね。彼は今シーズンのリーグ戦でわずか286分の出場にとどまっているんですけれども、すでにイエローカード4枚ということで、ルノルマン、スベルディアと同じく累積警告にリーチがかかっているという記事ですね。まあ、後半残り少ない時間で出場する可能性があるとは思うんですけれども、これ以上批判の的にはならないようにカードではなくゴールをゲットしてほしいと思います。スビメンディがカディス戦でリーグ戦通算100試合を迎えることになります。スビメンディは今シーズンのリーグ戦で1870分プレーしていまして、ゴールキーパーのレミーロを除けばフィールドプレイヤーの中で一番プレー時間が長い選手です。次に2番目に長いのがブライス・メンデスで1683分ですから、ブライス・メンデスよりも200分近く長い時間をスビメンディはプレーしていますので、いや本当にチームにとって欠かせない選手ですし、100試合おめでとうございますと言いたいですね。ようやくですね、
待ちに待ったダビド・シルバとモモショーが復帰となりました。ダビド・シルバは言わずもがなですし、兄貴を交代するとなると、どうしても調子の上がっていないカルロス・フェルナンデスを使うほかなかったですから、モモショーの復帰もかなり大きいかなと思います。ただダビド・シルバは1ヶ月以上、モモショーは2ヶ月以上試合からは離れていますので、スタートから復帰ということではなくて、後半終盤あたりに投入されていって、徐々に慣らしていくのかなとは思います。なのでこれでメンバーはだいぶ戻りまして、あとはサディクとアリツの2人のみが離脱中ということになりました。ちなみに最近調子が下がっていたパブロ・マリンは今回のカディス戦招集メンバーからは外れました。非常に楽しみですね。今節のカディス戦が終わりましたら、いよいよヨーロッパリーグのラウンド16が始まります。ソシエダはモウリーニョ率いるローマとの対戦が決まりましたけれども、ソシエダとローマとの対戦は歴史上初の対戦となるようでして、どういった試合になるのか非常に楽しみです。ソシエダ B を指揮していたシャビ・アロンソ率いるレバークーゼンもいますし、堂安が所属するフライブルク、モリタのいるスポルティング・リスボン、冨安が所属するアーセナルが残っていますので、日本人対決が見れたら嬉しいなと、少し気は早いですが楽しみにしています。とにかく今節のカディス戦に勝って士気が上がった状態でですね、ヨーロッパリーグのローマ戦を迎えることができればなと思っています。続いてはスタメン予想になります。カディスは 4-4-2 のシステムで予想されています。やっぱり注目選手としてはゴールキーパーのレデスマだと思いますね。開幕戦も幾度となくソシエダの決定機を阻止していましたので、今回はお手柔らかにお願いしたいなと思いますね。続いてはソシエダのスタメン予想になります。システムは今回も 4-3-3 で予想されておりまして、キーパーがレミーロ、右サイドバックがバルネツィアではなくソラが予想されております。センターバックがスベルディア、ルノルマン、左サイドバックはディエゴリコ、中盤3枚が右からブライス・メンデス、スビ・メンディ・メリーノ、前3枚が右にオヤル・サバル、左に久保建英、真ん中に兄貴の予想となっております。毎回言いますがオヤル・サバルは左でしょうし、久保は右だと思います。ダビド・シルバやモモショーの途中出場があるのか、あとはヨーロッパリーグも始まりますので、右サイドバックのソラも調子を上げてほしいなと、そのあたりを期待したいなと思います。開幕戦久保はカディス相手にゴールを決めておりますので、ここに来てソシエダのチーム状況はかなり悪くなりつつあるところですから、それを食い止めるためにも久保の活躍を今節も期待したいと思います。ということで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは失礼いたします。